コーナー付近ご注目ください。ただいまより共通男子 1500m 競走の決勝レースが行われます。選手はスタートした後に申し上げます。それではご注目を。スタートいたしましたのは共通男子 1500m 競走の決勝です。女子競走走り幅跳び最終跳躍白戸さん、さあ 1500m 競走の出場選手を星ナンバー順に申し上げます。橋本龍樹くん、神津の森、島田拓くん、長子大吾、平野圭介くん、松戸大音、山本壮太くん、神津の森、岩尾外くん、睦美、中西祐樹くん、くじけ、小薬空くん、中原、市川武志くん、柏、佐藤俊介くん、西初石、吉田裕太君、柏南部、大賀裕太君、船橋、鎌田陽生君、古ヶ崎、小林明君、時和平、本木寛太君、横芝、立林雄介君、西静、以上15名。400m は62秒で通過です。白戸さん惜しくもファールでしたが 5m39 大会新記録での優勝です。おめでとうございます。さあ男子共通 1500m 競走の決勝、全国大会の参加標準記録は4分08秒50、予選ではえ残念ながら1人も全国標準を突破しておりません。さあこの決勝レース、さあ8位入賞、そして3位以内だと関東大会、そして4分08秒50で全国大会。さあそれぞれ選手一人一人に思惑作戦があるでしょう。さあまだ集団一かとまりですが、さあこの後どのようなレースになっていくか非常に楽しみです。さあ先頭は西初石の佐藤くん、そして中原の小薬くん、睦美の岩尾くん、この辺りがレースを引っ張っています。さあスタート地点まで回ってちょうど2周 800m の通過です。さあこの 800m のラップにもご注目を。1周目は62秒で入りました。さあ佐藤君を先頭に 800m は2分11秒、この1周は68秒です。まもなく 1000m です。2分40、41、42、43、44、45、46、さあ全国標準を突破するには少しここからペースを上げていきたいところ。さあしかし3番以内での関東大会、さあこの順位争いも見ものです。さあ先頭争い、依然として先頭は西初石の佐藤君、鐘が鳴って残り1周です。集団は先頭集団は9名、8位以内で入賞です。1200m は3分20秒、この1周は69秒。さあまた少しラップが落ちてしまっている。さあ残り 250m、 さあここで先頭争い8名に絞られるか、上位8名。ここで3分45、さあ西初石の佐藤くんが先頭、3分50、さあ4分08秒50が全国標準、3分55、ここで4分、1、2、3、4、5、6、7、8、4分10、さあ走り高跳び全国標準を4人突破した、走り高跳びですが、残るは1人、ホークの西山くん。さあ1メートル95にチャレンジしています。1回目は失敗、
さあこれから2回目の試技となります。こちらの方にもご注目を。